横浜港に戻った第一次日英交換船の鎌倉丸交換船とは第二次世界大戦当時に開戦により数軸国、連合国双方の交戦国や弾交国に取り残された外交官や駐在員、留学生などを帰国させるために運航された船のことである。戦時交換船や抑留者交換船などとも呼ばれる。 イギリス領マレーのクアラルンプール市街を進む日本軍、ロサンゼルスのリトル東京を1941年12月8日に日本軍がマレー作戦を発動し、イギリスとイギリス連邦諸国、続いてアメリカやオランダなどとの間で開戦した。その後、両陣営において開戦により交戦国や団交国に残された外交官や民間人の帰国方法が問題になった。 しかし、開戦後は両陣営の間で国交が断絶され、それぞれの国に駐在する外交官の資格が停止されたことに伴い、政府間の直接交渉が不可能になったことから、まずアメリカの国務省が12月17日に中立国であるスイスを経由して、日本の外務省に交換船の運行を打診し、その後、スイスやポルトガル、スウェーデンなどの中立国を通じて、 日本とイギリス、アメリカの各外務省担当者が交渉を行った。さらに、ブラジルやペルー、パナマやメキシコなど、かねてから日本人在留者が多かった一部南米諸国も、アメリカからの圧力を受けて1942年1月に日本との国交を断絶した上に、日本軍がイギリス領マラヤやイギリス領香港、上海疎開、イギリス領ビルマ、 アメリカ領フィリピンなどにいた各植民地軍を放逐したため、これらの地の残留外交官と残留民間人の扱いも議題に上がることとなった。その結果、1942年5月に両陣営の間で残留外交官と残留民間人の交換に関する協定が結ばれ、日本とアメリカの間については1942年6月と1943年9月の2回。 日本とイギリスとの間については1942年8月の1回、合計3回の交換線が運行されることになった。またこれとは別に、1945年に日米間のみで新たな協定を結び、中立国を通じて交渉を行い同年8月以降に3回目の交換線を運行する予定であったが、 同年8月15日の日本の連合国に対する敗戦と戦闘停止を受けて中止となった。朝間マルグリップスホルム交換時において中立国への寄港が行われることから戦時国際法に沿って交換船として運航されるすべての船舶はすべて民間席であることと定められた。当時日本とイギリス、アメリカは総力船の真っ只中であったため、 各国において交換船として使用されるような大型船舶はほとんど全て戦時徴用されていたものの交換船として運航されることが決まった船舶は一時的に徴用を解かれ名目上は日本優先などの民間席に戻され運航されることとなったなお第一次及び第二次日米交換船においてアメリカ側では中立国であるスウェーデンの推移ディシュ アメリカンライン社のクリップスホルムを借り上げて使用した。なお、世界各国で激戦が繰り広げられていた最中に、交換船が運航されることに際し、すべての交戦国から交換船に対して、国際法に基づき、政府コンダクトが与えられ、航路周辺に展開するすべての交戦国の軍隊に、対して交換船の運航が通告され、その運航上の安全が保障された。さらに、 安全を競るために交換船から付近を航行する船や地上基地に対して定期的に現在地の報告が行われたほか、潜伏には白十字の塗装と夜間でも認識できるように照明が施された。なお、県独潜水艦作戦中の第二次海独艦が南アフリカ沖で交換船を誤って攻撃しそうになったが、直前に船体に照明で照らされた白十字に気づき、 激沈を回避している。また、交換戦によるスパイ活動などの軍事活動が行われていないかという点や、両国民の交換が適正に行われているかを監視するために、中立国の外交官や、一時的に外交官の資格を与えられた民間人が交換監視員として乗船していた。イタリア戦、コンテベルで日本からの交換戦は、朝ママルやコンテベルで、 タツタマルなどの客船が、イギリス人やアメリカ人などを乗せた。イギリス、アメリカ側からの交換船は、中立国のスウェーデンの客船であるグリップスホールムなどが、日本人や同盟国や太陽国人などを乗せ、交換地となった、ポルトガル領東アフリカのロレンソ・マルケスに向かい、到着後に乗客を交換するというものであった。なお、第二次日米交換船は、 インド西海岸中部に位置するポルトガル領ゴアを交換地とした。日本からの交換船は上海の外国疎開や日本軍により占領されていた香港、サイゴンで同地を含む日本の勢力圏内に住み送りをされたイギリス人やアメリカ人などを乗せて交換地のロレンソ・マルケスへ向かった。アメリカからの交換船はブラジルやメキシコ、 ペルーやパナマなどの中南米諸国に住み交流された日本人も多数いたためにニューヨークからリオデジャネイロを経由し現地に集合していた日本人を乗せて交換地のロレンソ・マルケスへ向かった。ロレンソ・マルケスからはグリップスホルムで運ばれてきた日本人のうち主に北米方面の抑留者はアサママルに南米方面の抑留者はコンテベルデに乗船した。 コンテベルデの運航は日本郵船の船長の指揮の下、イタリア人船員が担当した。日本料理が提供された朝間丸に対しコンテベルデでは提供されず乗客自らが日本料理を作った。日本側香港ロレンソ・マルケスアメリカ側日本からの交換船はフィリピンで交流されていたアメリカ人を帰国させるためにマニラなどに寄港し交換地のポルトガル領ゴアに向かった。 アメリカからの交換船は、モンテビデオなどを経由し、中南米諸国に在住していた日本人を乗せて交換地に向かった。日本側帝国船舶から船舶運営会が要請した交換船のミカド・アマル・ポルトガル領5アアメリカ側、ジョナサン・ウェインライト中条1945年5月のドイツの敗戦により、ドイツ国内で連合国軍に抑留されることとなった。 大島広市中ドイツ特命全権大使をはじめとするドイツの影響権に駐在していた日本の外交官と民間人計120人と1942年にフィリピンで日本軍の捕虜となったアメリカ陸軍のジョナサン・ウェインライト中将らアメリカ軍の将兵数十人を交換するための交換船が同年8月以降に運航されることとなった。さらにこの船には 1943年9月に連合国に降伏した後に日本で抑留されていた在日イタリア大使館員や降伏に伴い日本海軍に接収されたイタリア海軍潜水艦のルイジ・トレンディの乗組員第一次日米交換船に使用されたコンテベルデの乗組員らも含まれることになっていた第一次日米交換船同様ポルトガル領東アフリカのロレンソ・マルケスで 交換されることとされ、7月には日本人抑留者をドイツよりアメリカに移送したものの、8月15日の日本の連合国に対する敗戦により中止となった。日本からの交換船は横浜から湘南や上海、サイゴンを経由して交換地へ向かい、イギリスからの交換船のエルナイル号はイギリスなどに在住していた日本人やタイ人ら数軸国の国民を乗せて、 イギリス領インドからは、シティオブ・パリス号が西アジアやアフリカにあるイギリスの植民地などに在住していた日本人やタイ人らを乗せて交換地へ向かった。他にもイギリス連邦であるオーストラリアのメルボルンからもオーストラリアの客船であるシティオブ・カンタベリーがオーストラリアやニュージーランド、イギリス領インドやフランス領ニューカレドニアなどに在住していた 日本人やタイ人ら数軸国の残留者を乗せて、交換地へ向かった。なお、日英交換戦は、日米交換戦同様、第一次交換戦に次ぎ、第二次交換戦も計画されていたものの、戦争の激化などにより実現されることなく終わった。日本側日英交換後、横浜に向け公開中の立つたある、米潜水艦、キングフィッシュが撮影。 イギリスがイギリスリスボンボンベイイギリス領インドオーストラリア日本向けの交換船の乗客の多くはイギリスやアメリカをはじめとした連合国及びその植民地や占領地に住む日本人と日本の同盟国で数軸国の一員であったタイ人であったまたイギリスとアメリカ向けの交換戦の乗客の多くは日本や満州国をはじめとしたアジアの数字国と その占領地に住むイギリス人やアメリカ人であった。他にも、これらの国々から帰国、もしくはこれらの国々に赴任するスペインやポルトガル、スウェーデンなどの中立国の外交官や、海戦時に交戦国にある在外交官で任務についていたものの、本国へ一時帰国せずに、ロレンソ・マルケスを経由して、第三国へそのまま赴任する日本やドイツ、 イギリスやアメリカなどの交戦国の外交官も交換船を利用した。交換船の運行に先立ち、日本とイギリスの両外務省の間で外交官等の交換に関する提案事項と名付けられた文書が交換され、交換船に乗船できる乗客の身分について下記のように記されている。なお、日本において当時海外に駐在する日本人は外交官、 銀行や保険会社、証券会社などの金融機関、メーカーや商社、商船会社や通信社などの大手企業の中在員、そして大学などに派遣された研究者や留学生が、そのほとんどを占めていた。また、あえてこのように身分が記されたのは、帰国できる人数が限られていたために、外交官や企業中在員、 研究者や留学生として一時的に駐在していた者の帰国を優先し、以前より現地国に移民として渡っていた者がこの機会に便乗して帰国することを防ぐことにあった。日本側へ、米側諜報員クーリエや外交官の身分を隠れ蓑のにした日本やイギリス、アメリカの諜報員も交換船の乗客となったことが戦後明らかになっている。また、 ロレンソ・マルケスから日本まで日本陸軍と海軍の将兵が航路上での敵国船舶の動向や港湾の状況を監視することを主な目的に交換船の運航乗務員として乗り込んだほか同様の事例がイギリスやアメリカ側でも行われた。返還遺骨特殊潜航艇によるシドニー港攻撃で戦死しオーストラリア海軍によって海軍層が行われた。 松尾義高海軍中佐、中馬県四海軍中佐、大森武志海軍特務省員、都築、正尾海軍兵装長の遺骨も、日豪艦の交換船によって、日本に返還された。日米及び日英交換船によって、日本に帰国した民間人に対しては、湘南執行後に乗り込んだ軍人や軍属により、日本文化や戦況についての教育が施されたほか、 帰国後に思想調査が行われ、その結果によって英米の思想に染まっていたと思われるものに対して教育が行われた。特に英米の現地校で学んでいた日本人児童はその国で育っており母国への帰属意思が弱かったため、結果的にこのような教育を受けたものが多かった。また日米交換戦でアメリカに帰国した民間人もニューヨーク到着と同時に、 自由の身になったわけではなく、そのほとんどがエリス島に隔離収監され、政府当局者より日本や満州国、また日本の占領下となっているフィリピンや香港、シンガポールやタイなどの地域の政治や経済、産業状況などを根掘り葉掘り聞き出されることとなった。なお、日本と連合国諸国との間の交換線の運行に先立ち、1939年9月に、 開戦したイタリアとドイツとイギリスの間にも、両陣営に取り残された外交官や民間人の交換が行われていた。なお、ドイツとイギリスの間においては、当時まだ中立を保っていたオランダで、イタリアとイギリスの間においては同じく中立国のポルトガルで、それぞれ交換が行われた。 また、イタリアドイツと1941年12月に参戦したアメリカとの間にも1942年4月から5月にかけてポルトガルの首都であるリスボンを交換地とする交換船が運行された。ありがとうございます。